なんで今日は豚油と玉金のダブルパンチなの。ありがとうございます、まあ、自己紹介しろよお前ら。どうも豚油です。お前は。どうもザマミ酒井です。え、玉金だろ。改めまして玉金です。お前はメガネ。どうもザマミーの林田です。お前なんか一番ヤバそうだよな。どうせ思いつかないんでしょ、毎回毎回書くの遅くってねえ。しかもペットボトルショップだ。なんてペットボトルショップだ。すげえいきなりだな。やっぱお前大喜利下手なんだな。お前マジ芸人やめちまえよ。向いてねえよ。お前まともに出した。耳クソ切ったな。はい、林。店員さんの耳クソが。お前マジ表現やばいね。気持ち悪い。店員さんの耳クソが。次の人。次の人。このちゃんミニちゃんもできてる。ずるいよ。え、同じ料金これ。まあなんか生まれてきてくれてありがとうとか言ってきたけど、ええ、私はお前のこと大嫌いだよ。てかお前も耳クソ切ったね。今ので耳クソが動きました、耳の中で。はい、では林田さん、写真集が出たら10冊買います。みんないいとこじゃなくない？2人ともいいとこじゃなくて願望だよねそれね。私出してねえし出すつもりねえし。撮りましょうか。お前にだけは撮られたくねえ絶対に。ミルチアムさんのためだったら全てを犠牲にできます。じゃあ死ねえよ。今までありがとうございます。思い残してたな。もうないよな、うん、お前は死ぬってことで。おー、もうこれはおこれはもうちょっとこれもうじゃん。え、今のはもうもう本番じゃん今の。そう本番だよ。